まだ戦いが続いてるみたいだ。ねえクライブ、ガブやみんなはどこに？何かあれば町外れの倉庫に隠れる手はずだ。急ごう。何としても成功させ、あら、ちょうど何か魔物、詳しくこの首都ラン、今はそこ、あるじ、ええ、しかしレアンだから、ショー結構それ力にな、ありが、それじゃ、ああ、ずいぶん保護さす、そんでやら、カシロクには、なるほど、よろしく。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、後のことは頼む。クライブ、黒木、お前と俺にも、だが俺はこれが、ここは元村のとはいえ、さすベアラ、そこで戦う、いいだろ、助かる、レンチ、わか、これで暴い、どうかした？この前彼らだからセカトイ銃増えどき、なるほど、それこれ以上、いずれ種火のあんたに協力、助ところで、いいっす、あのし、ああ、だけど私、ああ、近くにで今はまずやっと結局分かった、いいっす、そう、いいっす、詳しい、そうしよう、イーストプールの奪還、ああ、まずはウェイド卿に話を聞こう。ウェイド卿、これはまさかイーストプ、ええ、この宿、それに良いよ、そうか、俺もいい、ありがとう、クライブ、それで、すでに周辺、我々のなら種火の野党と、それで野党、感謝します、野党の、そちらの、はい、では承知、空おかしいわよ、魔物が突然現れたりでもしたら、ザンブルクで内乱があったって、
町を守れたのは自警団のおかげ。これからはうちら自警団が町を。頼んだぞ。行け。手強そう。片付け。ここがカシロクのようね。魔物を片付けよう。今ので最後。僕らドへ戻ってエルイーズに報告しよう。
テオドール。静かに。では、その内。ええ、こ。あの男。何か気になるのか。いや、何でもないさ。それより、クライブ。カシロ君、さす。これから。そうか、クライブ、それと報告。わかった。エルイーズ。ありがとう。これは。これでひとまず大急ぎ。あとは別。まだ時間。今も相手は。でもまた何か。いつもた。来てくれたか。それで姉貴と花。あいつは銀霊。ダルメキ。あいつらはさっきの運び屋。姉貴に運び屋。姉貴はだけどセアラーを。もし俺が手ほど。俺はだから銀霊賞だ。そうか。この仕事頼む。くらもちろんだ。ありがとう。これが俺も動きが。これが赤の正体。今は無理そうだな。開けろ。よし、ここまでだ。ここにいるのは彼に頼まれ。そうか、あんたの指導。俺たちはみんなだから。マスターは。でもそれが。ああ、おーい、なあ、村のみんなはどこに行った。まさか。おお、くそ。何があった。ああ、奴が。あんなもん。急いぞ。頼む指導。あの人が。すぐに向。その屋敷はどこだ。ここから。お願いだ。行くぞ。クライブ、これは。クソ、間に合わなかったのか。カンタン、無事か。ああ、だが連中のおかげで。カンタン、ここは俺に。だがお前を思って彼らの犠牲。すまれ。さあ来
兄さん。魔獣はか。やったのか。ああ、やつめ。俺はこのた、こんな本懐人一人殺すためだけに、こんなに簡単。マスター、ああ、お前、あんたのことが心配で。そうだマスター、ロストウィングに。何だと。俺のロストウィングが。あれは黒騎士。俺たちと入れ違いでロストウィングを襲ってたってのか。逃げ遅れはいないだろうな。待て、カンタン。こいつら。アカシアに、こいつらを倒すのが先だ。Oh!
ってろ。急いで簡単のところへ。カンタン、しっかりしろ。おい、まだアカシアになってない。今なら。気がついたか、カンタン。ロストウィングはエーテルだまりに。そうか、これでしょう。やっとのことで。マスター。大丈夫だ。何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。俺はなんで。なんてこと。俺たちを人として扱ってくれて。僕、マスターの用事のことは。でもマスターは帰ってきてくれた。やっぱり俺たちを生かしておいて。助かった村人はみんなここにいる。あんたが目覚める。水郷内何のと。だってマスター、家族死んでいった同志たち村で一緒に暮ら。ラストウィング、このブドウ畑にはまだ生きてる。もうそうだな、村の一つや二つみんなで。さすが。お前これからは家族なんだから。すまんな、家族は俺が。お前のため。結局お前礼なら。分かった、この村を。その時は楽しみに。この村はお前たちのものじゃない。ここを返してもらうぞ。行くぜ。これで最後か。こいつどこから。こんなものまで。邪魔をするなら倒すまでだ。
片付いた。他に魔物の気配はなさそうだ。クライブ様、クライブ様、ご無事でしたか。ああ、問題ない。アカシアの方は？村の周辺でいくつかの群れを確認しましたが、すべて討伐しております。ここには種火の守り手だけでなく、宿場のベアラーたちも移住するんだったな。はい、そのとベアラーが移動ウェイド教。確かに。早速手や。ここが信じる。これで今日からここイーストプールの三軒村のあちこちがここからが大この村に。オスカーにもありがとう。ではウェイド教ご助力。無事に奪還できたわね。ああクライブ、イーストプー、それにありがとう。これで新しいイーストウェイド、あの村。そうか。さて何年彼らにあの村頼むぞ。世話にな。ああ、支度しな。何が欲しいんだい。じゃあね。医務室に運ばれてったやつを見たか。くれたんですね。こちらが各地から届いた品です。またどうぞ。何か用かな。どうぞ見てってくれ。
しっかり支度しな。いい品が揃ってるよ。何か用かい？何が欲しいんだい？ちょうどいただくよ。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。じゃあね。一仕事してやろう。何を作る？またな。支度はできてるか？どれが欲しい？これを作るには素材が必要だ。またな。話をしようか。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。備忘録を見たいのだな。また外の話を聞かせておくれ。人立てり。
クライブお前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか。ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ。ようやく弟を紹介できる。ジョシアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシア。よろしく。な。ああ、ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。何者かの指揮のもとに動いておるようだった。アルテマと思うか。なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ。わしらは。ミド、船は出せるか。まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。